皆様おはこんばんにちは、みさみさです。こんばんは、名もなき長女です。最近、ウプ主のメンタルが落ちてるようで、逆に出番が戻ってきました。本体には悪いですが、作るだけ作ってほったらかしだったので、嬉しい限りですね。本当だよね。前回のミニミサシリーズなんて、約10ヶ月前だったからね。マジでちゃんと活躍させてほしいよね。それで、10ヶ月ぶりの私たちは今日、何をするんですか？今日はね、TCG カードショップシミュレーターってゲームをやっていくよ。この動画は、ミニミサミサと、名前はまだない長女、2人による解説及び、掛け合いもどきでお届けいたします。よし、それじゃあ早速やっていくか。ゲーム名から察するに、カードショップを経営していくってことですか？そうそう。ミサミサが経営者って大丈夫ですか？失礼な。大丈夫に決まってるでしょ。とりあえず定番の WASD キーで移動できるみたいだね。え、自分のカードショップを開くために本業を辞めたって、なかなかのギャンブラーじゃないですか。つまり後には引けない人生をかけた勝負ってわけか。お店の名前は何にするんです？何も考えてなかった。序盤から先行きが不安で仕方ないです。よーし、MS カードショップにしよう。またなんとも安直な名前に。わかりやすくていいでしょ。なんだかスマホの SIM カードショップっぽい響きですけどね。とりあえず店内チェックといきますか。こじんまりとしたシンプルな構造ですね。ふむふむ。初めからレジと商品棚がついてるんだね。これならすぐに商売を始められそうだよ。言うて肝心の商品がないですけど、どうするんです？なんかスマホから商品を発注できるらしいのよ。スマホから。便利な世の中になったものですね。多分これかな。へえ、結構種類がありそうな雰囲気。だね。それにしてもさ、私の所持金10万円って、ちょっと、辛くない？きっとあれですよ。開業するのにお金を使いすぎちゃったんですよ。見切り発車にも程があるでしょうよ。それ、自分で言うんですか？そりゃ、さすがに突っ込むでしょ。っていうか、カード以外の商品もあるっぽいね。確かに、カードだけじゃないんですね。まあ、とりあえず、今はベーシックカードパックってやつしか買えないみたいだから、まずは仕入れてみるか。1ロット、32個入りみたいですが、何ロット仕入れるんですか？そうだな。とりあえず5ロットぐらい買ってみようかな。27,680 円に、発送料がつくみたいですよ。割引とかはないんだね。てか発送料めっちゃ安いけど、かかるのか。まあ、とりあえず購入して、他にもなんかないか見てみるか。このアイコンは何だろう？レビューって書いてあったんで、後々、お客さんの反応をチェックできるみたいですね。おう、他にもボードゲームってやつがあるみたいだね。で、もう商品届いてるし。めちゃくちゃ早いですね。発送の仕方雑すぎるやろ。これはなかなかにひどいですね。とりあえず、商品陳列するか。で、あなたもなかなかに雑い扱いしてますよ。ええ、それは、ほら、投げた方が早いじゃん。よーし、全部店の中に入れ終わったし、商品並べていくよ。まずは箱を開けて陳列する流れのようです。おお、これなんかわからんけど、なんか気持ちいいぞ。語彙力がないのは相変わらずですね。全くもって何も伝わってこなかったですが、まあ楽しそうなことだけは伝わってきました。よし、5ロット分、全部棚に並べ終わったぞ。お疲れ様です。次のタスクは市場価格を見て商品価格を決めようってきてますね。TCG 価格、ここから今の相場が見れるのかな？そうみたいです。合ってるみたいだね。ただ、さっき買った商品、値下がりしとるやんけ。これ、グラフも見れるのは便利ですね。便利だけど、まるで FX チャートのような気分になってくるな。ちょっと、変な見方で損失出さないようにしてくださいよ。多分大丈夫。なんとかなるでしょ。販売価格の設定の仕方が、これか。平均コストってのが原価の金額で、市場価格が今の相場価格っぽいね。この画面からも全体の数値が見れるのは、いいですね。記憶力に自信がない身としては、大いに助かるよ。それでいくらで売るんです？原価が173円だったから、原価率 50% に、色つけて約360円で試してみようか。そんなリアルな計算式久しぶりに聞きましたよ。日常生活で使う機会ってめったにないからね。どうやら一度設定さえすれば他の棚に設置した商品にも価格設定が反映されるようです。だねだね。それじゃあお店をオープンする前に他にも何があるのかチェックしておこうか。なるほど。DIY 欄のところが商品棚系などの家具を購入できるって感じなんですね。他にも増築項目やスタッフって気になる項目もあったけど、まずは開店するとしますか。そうですね。まずはお金を稼がないことには始まらないですからね。で、これ私はどこにいたらいいのかな。そりゃあもちろんレジの前かと。それもそうか。っていうかこのレジの操作方法って日本と同じなのかな。日本円も対応してるって記載されてたので大丈夫だと思いますよ。それよりも早速記念すべき初めてのお客様がお越しになられたようですよ。あ、ほんとだ。いらっしゃいませ。なんか高いって文句言ってんな。色つけたのがダメだったのでは。後で修正するか。とりあえずレジしないとな。お、できた。一度レジにアクセスすると作業できるわ。4000円お預かりいたします。お釣りが2000円のお預かり判定になってる。まか不思議現象。とりあえず200円のお返しです。あざした。お待たせいたしました。はい、カード支払いですね。おう、クレカ決済めっちゃ便利や。ほんとキャッシュレス決済って楽ですもんね。次のお客様もカード支払いですね。とこれ打ち間違えたらどうなるんですかね。気になってたこと言わないでよ。わざとやってみたくなるじゃん。まあエラーが出るか普通に決済されてクレームってパターンでしょうけど、いつか機会があったら試してみよう。試すんですね。よし、価格修正も済んだから次のお客様の反応で値段にケチつけられないか見てみよう。何の反応もないですね。なんでやねん。次のお客様がご来店されましたがどうでしょうかね。頼むから何かしら反応してほしいな。お、まだちょっと高いってぼやいてますよ。マジか。まだ高いのか。じゃあもうちょっと下げるか。よし、300円にまで下げたら、いや、ちょっと刻んでみるか。10円ってどんだけ利益が欲しいんですか。商売なんだから取れるとこは取っておかないと破産しちゃうじゃない。経営資金10万スタートでしたもんね。で、みさみさ、何やってるんですか？なんかタスクでさ、カードパックを開けろって来ててさ。ほんとだ。これ自分でも開けれるってことですかね。ね、商品なのに自分で開けてどうするんだろうって思うけど、開けれた。カードの価値って、これまさか自分でも収集できる的な感じなんですかね。これ開けれるの何気に楽しいぞ。お店閉めた後にやればいいのに、なんで普通に仕事サボって開けてるんですか？そりゃお客さんの入りが落ち着いて暇だったからに決まってる。不真面目すぎる店員だった。経営者だからある程度のことはもみ消せるし大丈夫でしょ。お待たせしました。お会計4030円です。カードですね。ありがとうございました。お待たせしました。お会計ちょうどですね。なんて素晴らしい。ありがとうございました。よし、それじゃあお客さんの入りも落ち着いたし、またカード開封の儀でもしますか。さっき総価値的な表示もあったんで、そこも気になりますしね。だよね。あとは何気にどんなカードがあるのかも気になるよね。今回は全体的に価値が低いですね。確かにさっきのはあれかな、レアカード的なのが入ってたのかな。まあそれでも原価よりは価値が高い時点で、これ自分でカード開けた方が稼げるんじゃね。確かに。ちょっと総資産に影響されるのかも見てみるか。今の総資産が 89,340 円ですね。今度は販売価格より下だったな。しかも別に総資産が増えるわけではないみたいですね。次だ、次。みさみさ、お客様待ってますよ。これでクレーム入ってたら面白いですね。さすがにレジ打ちするか。これ棚に戻せるのかな。OK、戻せたわ。いやいや、お客様すみませんね。お待たせしました。さて、動画が長くなってきたので今回はここまで。まだゲーム世界の一日も終わってないのに。ほら冒頭で言ってたけど、ウプ主最近多忙なのもあってメンタル疲労を起こしてるみたいだから、編集も頭抱えてるらしいのよ。ああ、そうでしたね。ということで次回は新しい設備の設置に新商品の追加なんかもやるらしいので、よければお楽しみに。更新頻度はめちゃくちゃ遅くなるらしいですが頑張るそうなので、ぜひ高評価やコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたね。